こんにちは。元気ですね。よかったです。町田はとっても久しぶりにお邪魔をさせていただきましたので、皆さん元気かどうか心配でございましたね。でもなんかね、あっという間 の月日が経ちまして、私もこっちに伺ってから3年ぐらい年取ったんですかね。ねえ、わあ、もう早いなと思いました。まあでもね、今回昨日ですね、この七尾しぐれ発売になりまして、今朝走れ歌謡曲聴いてくださった方いらっしゃいますか。おお、親戚でもないけど親戚みたいなもんですありがとうございます。今日はね、こちらの方でキャンペーンさせていただくというお話もさせていただきましたけども、おとといから都内の方のキャンペーンも始まっておりまして、もう七尾しぐれいい歌やとすごい評判が良くて良かったです。本当にいい歌でしょ。私もね、まあ、自分の歌、悪い歌と思ったことは一個もありませんけど、でもこの歌特になんか最初にいただいた時に、あ、これは私に合うんじゃないかなとビビビビと。そうでしょ。いや、いい人、ありがとうございます。みんないい人よいつも以上に続く。そう、私もね、水森先生もね、いつも以上よりね、ものをヒットするんじゃないかと。あの歌ももう本当たくさんの皆さん歌ってくださって、で前作となった霧の城もね、あれもね、こう生き長くね、今ずっとこうカラオケで、なんていうんですかね、飽きられもせずずっと歌われているっていうことで1年経つんですけどね、約。まあ、そんなことで長く、皆さんに私の歌を可愛がっていただいて本当に嬉しく思っています。